はい、灰山歌手では、セニング率 50% ぐらいのセニングで全体を刈り切りしてからカットしていきます。刈り切りはなぜするかというと、お客さんのしたい長さを的確に調節するためにしていきます。まずセニングで全体を粗切りして、それから、シザーで作っていきます。普通のお客様は毛量が多いので、ここにマジックポイントを入れて耳後ろの重さをちょっと抑えていきます。骨格を見ながら調節していきます。これもまず仮切りです。あとでラインを整えていきます。グラデーションボブのこの流れが、前下がりのここのラインの流れをセニングで整えていきます。このつながりをきれいにすることによって収まりがきれいになります。マジックポイントを入れることによって、どんなに毛量が多い方でもこの辺の収まりは良くなっていきます。全体の、流れを把握しながら刈り切りをしていきます。セニングでパサついたところは後でシザーで整えていきます。大体の雰囲気が、刈り切りで作られていきます。